はい、皆さんこんにちは、バナリグルビッシュです。信長の野望創造戦国立志での織田信忠でのプレイ、本能寺の変で信忠がもし生き残っていたらという仮想的なシナリオをですねプレイをしていっています。で、前回までにですね、家康と和睦を一旦停戦ですね、していたんですが、その家康ともすでに停戦期間が切れて、北陸方面からは上杉、関東からは北条、中国方面では毛利と戦闘中というところで、かなり分が悪いというのが現在の状況になっています。で、ちょっと外交の方針を変えてですね、畿内一帯に出ている、小さな大名家に関しては一旦ですね、侵入させる方向にします。で、侵入しないものに関しては攻撃対象にするというところと、播磨、中国方面ですね、こちらに関しては一旦放棄、さらに徳川ともできるだけことを構えずに、北陸方面ではなんとかこれ以上の上杉の侵攻を防ぐ。で、北条に関しては今ね、交戦中になってますけども、この木曽福島城、ここで、北条の侵攻を食い止めるということをやっていきたいと思います。では早速プレイの続きをやっていきます。起乗する。戻るとします。とりあえず兵をかなり出兵していたので、これを一旦ある程度返してですね、その兵力の回復に努めるということをしていきたいと思っています。起乗するぞ。起乗するぞ。起乗する。起乗する。こんなところですね、兵の開始に関しては。で、外交状況を見ておくと、この辺の小さなところはね、あまり同盟してるってところは少ないんですけど、毛利、長宗我部、この辺りはね、お互いに同盟結んでるのでかなり危険ですね。で、徳川、北条、ここも同盟中です。で、上杉に関しては丹羽、姉小路、安藤、この辺りと同盟中という状況になってます。ちょっとね、一つの大名家としてはそれなりに大きいんですが、四方八方敵に囲まれているという状況はかなり厳しいですね。で、侵入させた和豊が来て、養女に迎え入れてくれということですね。養女に迎え入れましょう。で、山崎家からも月ちゃんが養女に来てると。ももちゃんの方が顔はタイプかな。で、ここは同説の話ですね。ちょっとここはスキップをさせていただきますね。では今回も外交をですね、しっかりやっていきましょう。まずは長浜に人がいないんで、安土から人をある程度入れていきましょう。和氏とかもね、入れちゃいますかね。で、あとは鳥峰城にも人がいないので、鳥峰にも安土から人を入れていきます。ここあたりはある程度適当に入れていっちゃっていいかなというところですね。で、肝心の外交ですね。連合か。標的勢力をどこにするかだな。毛利にしても、どうだろう。ちょっと勝ち目がない気がするというか、毛利を相手にする意味があるのかな。北条にすると徳川と断交状態になりますよね。今連合するのは得策じゃないな。となるとやっぱ交渉だな。いやー、家康とも無理か。北条とも無理。厳しい状態だな。贈り物。
犬だな、贈り物をあげてこう仲良くなろうっていう考え自体がやめましょう。となると朝廷工作だよね。天海にやらせましょう。というか天海がもうやってるんだよね。98、もうあと2ターンで一応戻ってくるわけだな。よし、そしたら進出とかのコマンドを打っておきましょうか。まあ、何はともあれ城下を大きくしていかないとどうにもならないというのもあるし、一番必要なのはお金と鉄と木材ですね。これがあれば城を大きくできるので多少なりともマシになるというか、城を大きくすることによって少しはね兵力の回復が見込めるかなというところですからね。ちょっとここは今 CP 任せにしようとしたらやってくれなそうだったので、ちょっと自分でババッとやっていっちゃいますね。そんなに時間かからないと思いますんで、このままお付き合いお願いします。でこれからの方針なんですけども、大方針としてはやっぱり近畿一帯を勢力圏内に収めるということで、真珠をねこの後ガンガンさせるために動いていこうと思ってるんですが、それ以前に今攻めてきている木曽福島の防衛に関してはしっかりやっていかなきゃいけないところにはなってきますからね。なのでそこはきっちり引き続きやるとして、北条を食い止めるというところと家康を刺激しないっていうね、なんとも消極的な作戦ばかりにはなってしまうんですが、さてとまずは真珠をガンガンさせていきましょう。真珠というか従属かな、こっちからすると。明智とはさすがにできないよね。よし、こんなところで一通りは OK かな。で宿敵の筒井さんがどこと同盟結んでるかっていうと、特にどっかと同盟という状態ではないわけだ。ってことは筒井を打つ好機ではあるね。この次のターンあたりで、揃ってみんなさん、侵入してくれるかどうかの返事が来ると思うので、それの状況によってはこの筒井家を打ちましょう。で気になるところで言うと、うわここで家康軍と戦闘になっちゃったのか、ちょっと想定外だな。なんとか早々に木曽福島に援軍を送らないと木曽福島が危ないかな。というところですね。キヨスから一応出兵しときましょう。勝利、非常にしょうもないなこいつは。統率31、武勇29。ちょっとこいつにキヨスを任せるのは危ないですね。とはいえ他に援軍が出せるところで言うと、あまりないか。なかなか厳しい状態だな。大垣も人いないし、長島というかそもそも尾張から兵を出すと
家康につけ込まれる恐れがあるんですよね。ちょっとここで家康軍と対峙することになるとは思わなかったな。宇治国の後には保科正俊がもしかしたら木曽福島を落としに来るかもしれないですね。となるとやっぱり安定しているこの畿内あたり一円から兵を出すのが一番無難なんですけどね。音羽城あたりから一応援軍を出しておきましょう。あとは国境では回収をしておきたいけど金があるかどうかだな。まあ手っ取り早く人口を増やして兵を増やしたいのでできることをやっていきましょう。あと弓騎城もね、この後おそらくさらされるんじゃないかなと思うんですよね、敵軍の攻撃に。なのでやっておきたいけど木材不足か。金もあんまりないけどここは思い切って兵糧を売りましょうか。御用を受けたまわります。兵糧を売って代わりに鉄を買いましょう。鉄と木材ねを買っていきましょう。その上で改めて回収をしていきます。労力不足ね、ここに来て。よし、そしたら一旦これでターンを送りましょう。まずは気になる木曽福島。我らも加勢しよう。城が取り囲まれました。敵が姫路が危ない状態になってるね。承知いたしました。なんとか坂田くんが間に合えば木曽福島の防衛は叶いそうかな。で心配している毛利の猛攻を受けている播磨方面ですが、ここがどうなってるかというとここは落ちるね。なんとか機内の脱出方法を考えないといけないかな。池田は常沖は下った、三好も下った。我が領内に敵が迫っております。そしたら一旦これで道が開けたので、もう播磨は完全に放棄しましょう。播磨に貴重な兵をちょっと残しておくわけにはいかないというのもあるんで、官兵衛とかこの辺りの優秀な武将たちを戦力として入れていきましょう。入れていきましょうというか、まあ、回収していきましょうって言った方がいいのかな。清正も回収。福島に8600。この基礎福島の8600はなかなかえぐいな。大久保が3800で援軍できてるわけだ。藤高は全く兵がないね今。並木城も厳しい。鳥峰も厳しいね。木曽福島に今8000の軍勢が来ると落とされる可能性が高いので、これを防衛するためにちょっと何か考えないといけないかな。
今兵力的に余裕があるところで言うと長浜城ですよね。長浜城から兵を出すしかないか。ちょっと清正の到着を待ちたいけど、清正の到着待ってると先に城が落とされますね。これはに城を奪われました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。いや、播磨からは完全撤退だな。みんな養生を入れてくれるのは嬉しいんだけど、よし、これで機内に関しては明智と筒井以外は心中させたと言っていいな。であればいよいよ城攻めを開始しましょう。まあ、とはいえまずは進出をねしておきましょうね。さっきも話したようにこの後かなりの大部隊に攻められると思うので、少しでもジョーカーを発展させておきたい、その思いですね。この辺りとか全然まだまだ発展してない。労力不足ね、ここに来て。で、外交は交渉できるところはあまりないね。明智はどうこうするつもりはないし。よし、では筒井を攻めましょう。で、筒井がどっかと同盟結んでるかというとそういうことはないよね。ない。であれば一気に攻めましょう。で、筒井さんを攻めるにあたってはおそらくその同時に進攻した方がいいと思うんですよね。2つの筒井の居城に対して。そうすると敵の兵力も分散しますんで、ちょっとね同時に攻めていきましょう。お見せしましょう。そうすれば一応機内はほぼほぼ平定済みっていう形になるんじゃないかな。で、これで、まずは筒井を撃った後明智攻略へと乗り出すというのを置いておいて、心配なのが木曽福島ですよね。まあ一旦は防衛できそうな感じはあるけど、邪魔なのがやっぱこの姉小路が邪魔だよな。それなりの勢力を誇ってますよね、姉小路家は。ふーんと、どうしようかな。姉小路がかなり邪魔だな。まずは安藤を攻略したいけど、安藤を攻略するとなると上杉とまたことを構えることになりますね。木曽福島失いたくないですよね。とはいえ木曽福島を攻略するには徳川の領地で通んなきゃいけないんで、徳川とまた戦闘になるな。木曽福島は最悪失陥する恐れがあるっていうのは覚悟しておいた方がいいかもしれないですね、この感じだと。どうしようかな。まあ、まずは筒井攻略に全力で挑みますか。外交か。まあ、一通り外交はやっておきますか。
まあいつ、いろいろお願いすることになるか、わからないですからね。特に、毛利が、この先、さらに進出を深めてくる可能性も、捨てきれないというか、まあ間違いないでしょうというところもありますからね。信忠自ら、金森家に行きましょう。で、それと同時に、やっぱり、交渉ですよね。金森家とも、心中をさせましょう。で、もう一度方針確認します。まずは筒井。これを排除して、機内を、まあ、抑える。で、その後は、明智を抑えて、これをもとに、毛利を、ここで迎え撃つ。で、今後ですね、やっぱり、徳川、北条、上杉を迎え撃つにあたっては、この安藤と姉小路、これ邪魔なんですよね、やっぱり。なので、安藤と、姉小路、このあたりを少しずつ積んでいくっていうのがポイントになってくるのかなと思ってます。ではでは、続きをやっていきまーす。お任せください。朝廷拘束は一旦完了したか。止まれ。よし、金森家は敵に城を奪われました。お味方が捕らえられました。完全に傘下に収めましたね。敵が迫っております。止まれ。木曽福島は厳しいね。続いて攻められてますからね。この大久保さんがいなくなれば救援に行けるんだけどな。ちょっと姉小路家と安藤、ここを排除するっていうのを考えた方がいいかもしれないですね。で、報告します、報告します。今見ると多分ここに人が少ないんだね、松島に。なので松島に安土から人をある程度入れていきましょう。でだ、でなんですよね。全然上がっていかないね、あの信頼度みたいなのが。なので、どうするかというと、まずは時計だけでなんとかね、敵を抑え込んでいかなきゃいけないな。島左近は邪魔くさいんで、島左近を撃ちましょう、まず。で、やっぱり気になるのが、1にも2にも、復しましょう。あとはね、築城しておきたいんだけど、築城したいのはここ、今大久保さんがいるここね。ここに築城して、一つ、この兵の、兵団っていうのかな、郵送ができる、道筋を確保したいんですけどね。我が領内に敵が迫っております。いやー、ここは北条の領地になっちゃうのかな。それは避けたいね。
となるとちょっと荒技になりますけど、次のターンで養成して再び徳川と一旦停戦しましょう。でその上で兵を木曽福島でも運びます。木曽福島はやっぱりどうしても守らないと、木曽福島が落とされるとおそらく北条が一気に攻めてくる、そういう危険性がありますからね。敵が我が領内に向かっております。出陣します。敵が我が領内に向かっております。包囲せよ。お味方が捕獲されました。我が領内に敵が迫っております。ご命令ください。報告します。さあここでもう一度忘れないうちに朝廷工作だけはしっかりやっておきましょう。で木曽福島には今援軍を出しているので、この援軍でなんとか持ちこたえてもらうしかない。それなりの兵を派遣してますからね。であとは今攻めてるここですね。松倉城は今包囲状態で、この後すぐ落とせるかな。よし、ちょっと道筋がついてきましたね、筒井攻略に関しては。でこの後明智を攻略すればようやく毛利を迎え撃つ算段がつくかな。騎乗する。で上杉は今のところ動きなし。で徳川とは停戦を再びしたので、ここの木曽福島さえ守りきれれば一旦内政に集中できるかなって感じですね。はい、というところでちょっと今回ね、また厳しい戦いを強いられていますけども、引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。